I don't know what that does. Hey, we're at Jeff's Tacos. I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか？いや。なんだお前ら。3日前、俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだ奴がいなかったか。さあ、どうだったかな？とぼけねえで教えてくれよ。おいおい、富澤。俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか？やっぱダメ？当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。Oh, we gotta go make money. ということだから、金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ？まあ、相場は30ドルってところかな。逃げればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。We have 30 bucks. まあでも、あの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ、千歳。おい、兄ちゃんたち。え？ずっと話聞いてたんだがよ。あんたらが探してる女は千歳っていうのか？ Random NPCs。何か知ってるのか？心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか？そうだよ、そう。そいつに間違いねえ。どこで見たんだ、おっさん？こいつだよ。これは風俗。Oh my god, Talbot. さあ、ホームレスの俺にはよくわかんないが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前、この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたら、さっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな。目を奪われちまったよ。聞いたところじゃ、どうやらその店のナンバーワンらしいぞ。その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃん、ありがとうね。でもなんでこんな有益な情報俺たちにくれるんだろう。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。ああ、You guys can't see me, but I'm face palming right now. もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。 Oh god。 おお、マジか。ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？ Please tell me your memories from 7。 名前は春日。
場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞや奥回りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で、飛び切る暇で人気ないやつを一名、そちらに派遣します。え？やだな。ていうか、お宅の千歳さんで、お願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ、千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあどうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外でやって一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな。勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。どこかな。 Oh God. ここです。はい、はやっ。うわ、なんだ。春日様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。I can't. やったな、カスカ。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。Oh my god. 千歳、悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせいにぶん殴ってやる。おい、カズガ、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの、千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょう。Oh、え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、 You were part of that stuff, sir. ふざけんな、マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ。I'm putting down the green screen with her.
Cause... Yeah. On the party leader's turn, you can summon pound mates for help by pressing R1. These are powerful allies with wider range abilities, but their assistance carries a fee. The price depends on the pound mate, and it'll increase depending on their rank and how many times you request them within the same fight. Give me a second. As you can use the pound mate, your memory rank will increase. As your memory rank goes up, you'll be able to add benefits when you request someone. These options carry an additional fee in exchange for power pound mate. The higher your rank, the more pound mates will have benefits available. Okay. R1. Shy pound. I like without benefits, with benefits. That's not gonna let us do with benefits. Jesus Christ. Please do the same animation. Please do, yes! Hi, Larry Harper. Let me edit up some more. Pilemate princesses, what the fuck? Wait! So she doesn't do... So they're not doing like this animation thing. They're just... actually in the fight. I like that detail, not gonna lie. Let's just beat him with the wrench. That's it. We're good. Nanda, Koitra, Soshte Amo Unna, Sio Sumido, Sote, Todome Des, Chicken to Beef, Okonomiwa. Gomen nasai! これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おそれではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぞ。 So he remembers。 千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。Well, we just finished that sub story. Oh my god.